集団愛ですよね。
Thank you.
ですね。
19日、岡山シンフォニーホール、正式に言いますと
動画配信システム40年、RSK テレビ放送60年、岡山市民ミュージカル、オランダ追いね、アジサイ物語、11月19日、岡山シンフォニーホールで開かれます。あちらの会場になります。ぜひ足をお運びいただきたいと思います。追いね役は RSK アナウンサー、主役はなんと小松知恵。今日は追いねを演じましたね。そして石井総研は私ではございません。もっとかっこいい素敵なブロードウェイ俳優です。篠宮厚久さん、王様となんだっけ、王様と私な、王様と私でブロードウェイ の, あのステージにもご出演ですけれども、岡山出身篠宮厚久様、そして、石井総研の妻おしげ役は今日もね清水由紀さんにしていただきましたけど、清水さんね、清水さんにしていただきましたが、もともとミュージカルでございますからね、そして児玉純三役に大岩和也様、まあ本当に素敵なステージになると思いますので、どうぞご期待いただきます。このチラシございますんでね、お手元のない方はまだあればお持ちいただきたいと思いますし、ぜひ、楽しんでいただきたいと思います。さあそして今日はね、いろいろアナウンサーも出てたし、一応ついでに紹介していきましょう。アナウンサーたち、そしてキャスターたち、こちらをお越し皆さん前にいただきましたので、一人ずつ一言ずつですね、ご挨拶いたしましょう。どうぞ。はい、瓦版屋さん役の宮武翔吾です。はい、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。いや、こちらのアムスメール前から神谷町の方までパレードをさせていただいて、本当にたくさんの方の笑顔に出会えて、本当にこちらもなんか楽しく回ることができました。ありがとうございます。道中ですね、ドーナツ屋さんが差し入れもいただきまして、この後美味しくいただこうと思っております。はい、また表町商店街いろんなお店もありますし、楽しめるスポットたくさんありますので、どうぞ皆さん明日もねいろんな催し物があるということですので、楽しんでください。ありがとうございます。番組は言わなくていいですか。あ、テレビの RSK テレビ夜水曜夜7時からのボイスラブね、ご覧ください。ありがとうございます。美味しいものいっぱい食べて、物欲しそうな顔して歩いてたんでドーナツをもらったということですね。さあ続き、そうですね、宮武さんちょっと感じ悪いですよ。あなた何かくれって言ってるのが聞こえるんですけど、あなたちょっと感じ悪いですけど、大丈夫でしょうか。感謝の気持ちを感謝の気持ちをね、ありがとうございました。はい、途中からの参加になりましたけども、帰りですね、一緒に歩かせていただきました、今年はシーボルトをさせていただきます。クリスでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。シーボルト、いや、もう終わりですか僕巻きね。はい、じゃあ次の番組、私はテレビの方がイブニング5時、それからアモーレマッタリーノラジオ、そして、先ほどまでやってましたけども土曜日の土曜番長ラジオ、またねテレビラジオ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。心配された雨も降らず、どうやら夜桜も行けるかもしれませんしね、ちょっと雨が心配、夜遅くなるとね雨が心配ですが、明日はね、もう多分明日逃したら花見今年できないかもしれませんからね、明日逃さず花見してください。エビちゃん天気予報、担当してます高畑誠です。新しい仲間がエビちゃん天気予報登場してますからね。あ、そう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 、エビ天ではなくどっかの天ぷらみたいな。さんすごい、はい、木曜日金曜日今月からデビューでございますね、デビューしたて、はい、名前とじゃあ自己紹介。南波さやです。えみちゃん天気予報の木曜日と金曜日を担当させていただくことになりました。これから笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。はい、そして私大阪えりです。月曜日から水曜日を担当しております、高津さんとのコンビは3年目になりまして、なんとか親父ギャグに対応できるようになりつつありますので、これからも温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。はい、小西あゆみです。えみちゃん天気予報のホームページのブログを担当しています。よかったらホームページの方もチェックお願いします。はい、今年の桜の開花予想、理系の彼女が計算して予想しました。1日違いでした。結構当たってました、ね、はい、ね、よろしくお願いします、はい、ということで昨日の天気予報はちょっと外れ気味だったえみちゃん天気予報のグループでした。はい、さあそして
はい、この4月からですねイブニングニュースを担当しております竹内大輝です。高畑さんが降る降ると言っていた雨もなんとか降らす、まあ本当に晴れではないですけれどもね、晴れの国の底力を感じております。今日は皆さんとパレードできて本当に楽しかったです。明日もイベントありますし、また来年お会いしましょう。どうもありがとうございました。アリスケアナウンサーの小松千恵です。よ、はあ、今年まさか自分がオンエアやると思ってなかったのでびっくりしてますはい、もう今日はこんなにたくさんの方が集まっていただいて本当に楽しく、そして嬉しかったです。4月からは、イブニング5時ゆたんぽ晴れの国生き生きテレビも番組加わりまして、ラジオは引き続き土曜番長、そしてスポーツ中継も頑張ってまいります。よろしくお願いします。はい、さあそれではゆうこちゃん、やすゆうこちゃんね、はい、どうも、このパレードでは歌を担当させていただきました、ラジアミスケラジ、ありがとうございます皆さんがね、本当に後ろから一生懸命歌ってくださって、盛り上げてくださって、結構歩きながら歌うのって皆さんも大変だったと思うんですけど、どうも一緒に頑張らせていただきました。ありがとうございました。楽しかったです。沿道の皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございます。アリスケラジオではアモーレマッタリーの金曜日を、赤いジャケットの人と一緒に頑張っております。あとは湯たんぽのナレーションだとか、そしてですね、いろいろと歌を担当しておりまして、さっき森口さんからこのパレードの合間で歌ってほしいなあれって言われてたのが、まあ、パレードの最中は歌えなかったので1曲歌わせてください。飛び出そう青空の下へスマイルトーク、ありがとうございますもう一曲、はい、太陽さんさん雨降るキラキラ下にかける虹、みんなのよいしょく未来を作る、ありがとうございました。はい、こんな感じで歌でもRSK の皆さんに参加させてもらってますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。安井優子でした。入社2年目になりました広瀬玲奈です。今日は表町にすごくたくさんの方が集まってくださって、一緒にパレードをすることができて本当に楽しかったです。ラジオでは月曜日にアモーレマッタリーノ、あそこの RSK ラジオ本舗からやってるので、ぜひ皆さん見に来てください。で、テレビはイブニング5時火曜日と木曜日、そして晴れの国ギークテレビも担当します。よろしくお願いします。新人アナウンサーの岡田美奈子です。どうぞよろしくお願いいたします。美奈子、ありがとうございます。はい、今日は皆さん本当にありがとうございました。これから一日でも早く立派なアナウンサーになれるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。同じく新人アナウンサーの千上彩香と申します。これから研修を受けていくのですが、しっかり受けて無事に行けるように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。そして朝耳ラジオを担当しております、月火水曜日、月火水と7時から10時までぜひ1494ラジオもお楽しみいただければと思います。って石田由伸です。ありがとうございました。なんか俺が喋ってなんか不満がありそうな感じで視線を送られましたけどもね、本当に今年も誠にありがとうございました。また来年この通りで、表町をずっと皆様と共にパレードの方を進めたいと思います。ぜひおいねの夢覚えていただいて、デンダラリューバーのこの手遊びもね、ご一緒にまた来年、皆様と共に喜びを分かち合えればと思います。誠に皆様ありがとうございました。これをもちましてお開きとさせていただきます。